おはようございます。ティラタ申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。めっちゃ雨降ってるやん外めっちゃ雨降ってるやん。昨日も、まあ実家行ってきて、ちょっとお話し、家族と話してから、ちょっと公園行こうかなと。ウェブ研修してるとですね、足がなまるんですよ。まあ多分この時期明けてる頃にはウェブ研修終わってるんだろうけど。はい、足がなまるんで公園とか行って、その研修終わった後とか休憩時間とかにウォーキングしないと気が済まないんですよ。足がなまるからね。うん、さすがになんかジム行く気にはならないな。なんか、一週間が終わった金曜日とかやったらジム行く気になるんだけど、そうじゃない日はゲーム行かないな。ちょっともったいないですけどね。ちょっともったいないですね。使い方としてはね。はい。まあなんか雨になってると、まあウェブ研修なんでまんもないですけど、ウェブ研修だからこそね、ちょっとね、まだ気が楽というか、私服で受けれるというかね。あ、でもまあなんかスーツの日もあったな。いや、スーツでグループワークするさ、ウェブ研修はちょっとめちゃくちゃ疲れたね。ちょっとじゃねえわ。私のシリーズではあまり実は出てなかったんですよね。来ました。今回、誘惑の剣を使います。誘惑の剣でいきたいと思います。誘惑の剣持った戦士でございます。なんと。そしてお供はですね、デュラハント軍隊ガニ。なかなかなんか今回、珍しいんじゃないかな、この手のなんか陳腐なチーム。裏でこうやって企画用のチームとか、対人用のチームとか組んでる時に、あ、これいけんじゃねって思ったんが、今回のチームです。はい。前回のね、回避ばっかするとか言って全然回避しなかったチームとは違います。行きましょう。今回はですね、状態所チームですね。もう見りゃわかるんですけど、この攻撃に状態所がついてたりとか、状態所に特化した耐久戦士と言ってもいい感じですね。はい。モンスターだけで状態所を組むと高い確率で発生してしまうのがペナルティ相性、状態所チームのね、ペナルティ相性が発動して状態所発動する確率が下がってしまうんですけども、おお戦士、主人公はね、もちろんそんなに状態上チームとかに属してるわけでもないので、まあ状態上の剣とか、杖とか持てば、まあノーリスクでね、状態上チームを組むことができる。主人公の方が状態上はいいと思います。特に戦士とかはね、HP もありますしね。さあ、眠りの輪から飛んでいく。よいしょ、キーストロゴン来た。さあ、キーストロゴン眠らせていく。もう考えることは一緒で、基本的に嘆きの歌とか、今回、誘惑の剣という、またなんか、陳腐なものを使っておりますかさあ、ロディクス、なーぐ、やばいな、これ、大丈夫か、うわぁ。まだだ。ここからです、でも。さあ、違う、歌い出す、嘆きの歌、精神的行動不能。あら、あらさあ、ストライクハート、相手のハートを射抜きます。はい、今からね、剣でハート書くからね。はい、ほら、大好き。大好き。好きなんだまだだ。状態上チームとか発動してるわけじゃないから、まあ、状態上の成功率は下がってるわけじゃないんですよね。はい。で、攻撃に、ね、追加効果が含まれている。奇跡起こったまたなんか陳腐なことが起こってんな。そうやな、不思議のボレロだったわ、そういや。ちょっと待って。一旦目に削られすぎたんじゃねえか、これ。バツズとかさ、止めてやれよ。むしろ。バツズとかを貫封して、悪魔の爪痕の脅威をさ、なくそうぜと言ってるんだ、俺は。ちょっと待って。もう追い詰められてます。ここから誘う踊りがあります。Shall we dance? はい。ん？あれ？ん？あれ？なんかさ、自分がなんか考えついたチームは大体何？こういうことになってるよ、だけど。この前のなんか 50% で受けますとか、これジャミ止めないとやばいですよ。歌い出す、止めてやれ、止めてやれ。あ、聞いたんじゃない、バスズか、聞いたの。へぇ、バスズ聞いたところでやで。あれ、これなんかどうやってどうあがいてもなんか負けそうな気がしてきたわ。大丈夫かな、あれ大丈夫かな、なんか危ない危ないよ、どうすんの。このままじゃ決着つきません。まだありますよ。このターンに勇気貯めて、状態上チームは当たり前ですけど、基本的に相手を倒すことではなく、勇気の逃げ切りによる、逃げ切りによると先行とどめを打つ。はい。なので決まればね、もう相手は何もできないってわけですよ。しかも状態上チームなんでね、はい、ほとんど
状態チーム発動してない状態上チームなんで、止めまくればね。これで、誘う踊り。よし、金スゴが効いた。さあ、ジャミだけだ。怖いのは。もうジャミだけ。ジャミ止め、あ、え、あ、え、ちょっと待って、避けます。避けるか、なんかすればいける。大丈夫かな。あ、おっさん、来た。ぐんちゃん。ぐんちゃんが受けた。このターンもう、無事だぞ。ワンチャンあるな、これ。さあ、ドラム歌手、あ、君たち、戦う気ある。このターンは確かに向こうをほとんどノーダメージで済んでるわけだけど。あー、バツツに切りましゃあないな。いやー、勇気の逃げ切りって言っても、状態異常攻撃は敵に対異常に効かんたら意味ないからね。勇気がね、たまんないですよね。嘆きの歌とか、そういう系統なら当たればいいんですけど、状態異常成功しなかったら勇気たまに悪いんで、勇気の差があんまりない。あ、あ、あ、え、え、え、待って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 、まだ、まだ、ま、ちょっと待って、まだ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 だ、まだだ、こで耐えたけど、こで耐えたけど、ちょっと待って、普通に押し切らんで、普通に押し切らんで、待って、待って、ごめんなさい、死ね、勝負あり。あれ？もちろんこの手法はモンマスでも取れます。モンマスならね、マスターダブルスキャンに状態異常成功率を上げることもできるんですよ。はい。なんで、まあ、この戦法を行うならどっちでもでいいんですよ。ただ戦士を入れることによってできるメリットっていうのは、状態異常チームにかからなくなったりとか、耐久力ありますね、特に戦士だと。戦士一人でね、1300ぐらいの耐久があったり、相性で300上がるっていうね、優秀な補正もありますんで、まあ、下手なね、状態異常チームより、まあ、成功率はちょっと下がっちゃうかもしれないけど、耐久力はその分ありますし、構成の自由度もまあまあある方です。そういうわけでね、戦士の状態異常チーム、わりかしいいと思うんだけど、組んでてね、俺はいいと思った。あ、なんと戦士動き出す。行くぜ。ハート描きます。はい。大好き。大好き。スッキーなんだ。はい。一回も当たらん。すいません。これね、ダメージ技ですよ。だから、ジャミダのこいつにさ、すべて置けられてるんで、皆さんご存知ないかもしれない。ご存知ないかもしれないんですけど、ダメージ技で、混乱するんですよ。にゃあ、ゴーストもピクシーもなんで、ゴーストもピクシーもどうしたお前ら。そんな的確に狙わんだろお前ら。お前ら AI そんな高くないって。とりあえず投げ行動で止めていけ。まだだ。問題はここです。さあ、光様一旦目で使った理由としましては、光様一旦目で使った理由としましては、ちょっとひどくない？なんか今日。今日ひどいよ。今日ひどいひどいひどい。ああ。まあ、ここでつばぜり合わせるためですね。勇気逃げするっていう関係上、まあ、2ターン目でつばぜり合わせてね、ここでサクッと勝って、勇気逃げる戦法を取るのがね、主人公入りチームの場合、それができます。はい。なんか向こうの方が上ですね。光玉使ったのに向こうの方が上ですね。はい。で、いてよ。さあ、とりあえず一品がね、なんか知らないけど勝ちました。こっからでも逃げ切ればね、理想論としては成立。おかしいなあ、ゴーストのピクシー、まあ避けるっちゃ避けるけどさ、お前らちょっと待って、なんでそんな賢いの。え、ゴーストとかピクシーって結構打つ方向適当なんですよ。メラとかデインとかなんか的確になってきてますけど、あー、そうだん、こそ危ないな。でもここから逃げ切れるかもしんない。まだ逃げ切れるよ。は？え？すごい。すげえな。やめて。やめて。やめて。え、強いはずなんだけどこれ。え、強いはずなんだけどな。え、なんかパッと見なんかさ、うまくハマれば絶対強いみたいなパーティーなんだけど、なんか何もできずに負けていく。おーい、そろそろね、確率が収束する頃と言ってくる。メラもね、あ、ミニボスが大丈夫じゃない。余裕、ミニボスは余裕だわ、マジで余裕。ほら、まだデインでもやられないね。オッケー、このターン耐えたよ。鬼火か。まあまあ通行じゃない限り大丈夫です。なんか今回ちょっとね、流れが悪いな。おーし、なんとか生き延びた。まだこのターン生き延びた。
ここから一気に状態上で3体とも友達が一気に有利が取れます。おっしゃ聞いた、これはでかい。しかもここで嘆きの歌か、でも嘆きの歌で起こしちゃうな、お前嘆きの歌で起こしちゃうのか。誘惑行、あーそっちに行ったか。ピクシーが残ってやがる。で嘆きの歌で何だったら起こしちゃう可能性あんな。そうだね、主人公がね問題だな。主人公がね、あー主人公だけ当たった。それ、あーそれ一番ダメなやつ。え、魔法使いチームこんな強いわけないじゃん。そんなわけないじゃん。え、そんなわけないじゃん。魔法使いチームってさ、もっとなんかこれじゃナーフされたんだよ。強すぎてナーフされたから今なんかこの強さなんだよ。ちょっと待って。まあもちろんですね、状態上は強い弱いとかあるじゃないですか。簡単に言うとね、強い弱い普通みたいな感じで皆さんわかると思うんですよ。まあだからね、強いに打ち込んでる可能性、やっぱ体勢は考慮しないともちろんなんですけど、意味がないっちゃないんですけどね。まあそれでも、効くっちゃ効くんですよ。強いを持ってたとしてもラリフォーかかるみたいなのあるんで、それを、まあ基本的に状態上チーム全ての状態上は無理なんですよ。でも結構これでも散らしてる方なんですよ。デュラハーン、軍隊ガニ。ストライクハートちゃんと散らしてる方なんで、何かしら刺さることはあるんですけどね。ちなみにこの獣人剣が軍隊官になっとるとえらい目に遭います。怖いですね。はい。まあでも物理主体なんで、先みたいな打点の捉え方はしないんじゃないかなと。はい。まあ、ぬくら程度は230くらいなんでね。かなり猶予があります。さあ、眠りの番、せーの、パーン、あれもっと効くもんだと思ってたんだけどな。さあ、軽やかに全部、はいはい。誘う踊り、はーい。よし、来た。あ、でかいでかいでかい。それでかい、それでかいね。誘う踊りはね、もうびっくりサタンぐらいしか使わないですからね。びっくりサタンのね、当人のスペックはそこまで高いわけじゃないんで。まあ、主人公で誘う踊りした方がいいかな。まあ、ただし、ハイスペックな主人公でわざわざ状態異常をするというのはどうなのかって話ですけどね。言うてしまえば。あー、どうなの？あ、いい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 、これいい、これいいね。メタハン以外が釘付きになるこの状態か、めちゃくちゃ良くない？これあるね。雪にありますよ、このルート。大幅有利取ってる今。さあ、勇気の逃げ切りができるかどうか。勇気の逃げ切りしていたいね。さすがに。このターン動けないのでかい。主人公の獣人剣が軍隊外に当たったらえらい身に合うからね。特に主人公チームの場合、主人公を止めるのが全てがかかってますからね。はい。さあ、ドラムクラッシュになっちゃった。いってこーい。ああ、よく当たったね、メタハンに。せーの、うあい、あれメタハンだからね。メタハンが硬すぎるわ。お、いいね。誰か一体くらい止めれば。一時効果すべて。うわ、他に持ってけば、まあ、状態上はそこそこかな、って感じなんですけど、一時効果にすら持ってけないのはきつい。きつい。まあでも、まだ、まだあるね。普通に、チャンスはあります。ひっくり返す、物理的行動の狙い、ゲースへの、あー、しまい、よいしょーな、そっちさあ、まあでも、いい感じにはなってる。さあ、これはもうね、2P グラスではつばずり合いしたい状況からね、つばずり合いといきましょうか。基本的には、こういう時はもう、八百長レベルで僕は 1P に勝たせてるんですけどね。ああ、うん。B リムコンまだ慣れていないな。おお、これは勝、これは勝ってます。これは勝っちゃいますね。ね。これは設理なんで。まあ、ちなみにこれ B リモコンとね、AB レンダーをね、交互にやる方法がね、今んとこいい感じに持ってるようになりました。そのうち写真あげようからどうやってやっとるか。いや、興味ないか。でもいいか。これ、これ狙えるわ。これ狙えるわ。勇気逃げ。マジで狙える。はい、せーの。まあ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 、大丈夫大丈夫大丈夫。このターンにでも止めたいね。次のターンまで耐えれば勝てるじゃない。さあ、この軍隊ガニのムーブ大事です。眠りはいいね。はい。でもこれだったらいけるかも。このターンに、嘆きの歌、ストライクハート、眠りの方が、まあ、水準程度に当たれば OK です。で、勇気が溜まんなかったらやばいね。ただ、向こうワンチャンあるぞ、これ。これでは、獣人剣引いて軍隊側に飛んでったらやばい。これさ、獣人剣やったら終わりよ。あー！お前分かってるわ。お前分かってるわ。
はい、オッケー、食らってない。しかもこれはでかいな。ここで痛恨が来るかな。あー、まあ来るかな。さあ、でもここからね、普通に水準程度当たればもう、これはリソールを通るか。いけいけ、大好き、好きなんだ。はい、あ、ようやく当たった。あ、初めて当たったな、ストライクハート。あ、さすがに勇気たまった。これはいった、これはいった、これはいった。これはいったわ。まあまあ、でも嘆きの手たまりますからね、大丈夫です。いや、これは今回頑張ったわ。ちゃんと有利取った。ちゃんと有利取れたのはでかいよ。ただやっぱりね、普通にやる分にはつばぜが飛んでくるっていうのがね、それ次第かもしれないですね。いや、でもこれでようやく勝ったね。初勝利、初白星、長かった。いやー、理想論通ってよかった。初勝利までが長かった。そんな、まあ、状態上パーティーそんなもんなのかもな。気になったことがあります。お互い早く勇気を貯めるチームならどうなるか。うん、お互い勇気の逃げ切りのとどめの一撃を狙うタイプのチームじゃないですか。うん、課題が一つあります。つまりですよ、お互い勇気を早く貯めて、どっちが先に勇気が貯まるかですよ。ただ 2P はオフェンス面での勇気が貯まりやすいですよね。早ぶさきに滅4通り天使のカウンターによる、勇気が貯まりやすい。こちらは状態上にかけて、相手を動けなくさせて自分はゆっくり悠長に貯めていくっていうスタイルです。はい、どっちが早いかですね。まあ本来はつばぜり合いしたで、このパー、こういう場合ってさ、多分つばぜりした方が勝てるんだろうな。相手つばぜりなしでいきます。だから僕は八百長ですね。はい、新早ぶさ切り、この機嫌に全てが採用されます。1、2、3、4。あ、どっちこれ。でも軍隊側に結構打撃に硬い。あー、マジかね、今回デュラハーブ軍隊側にもね、打撃に、うぅ、きつい、もうきついな。嘆きの、生地嘆きの歌やからテンションカウンターに引っかかるかも。でも逆に飛べればアウトです。いや、もうそもそも当たってもないわ。そもそも当たってねえわ。テンションカウンターの怖いとこっていうのは、構えにも勇気がたまるってことだよな。おい、158。さあ、魔王の使いどうする。あー、マジそんな早い4通り。いや、そんな早い。しかも怖いのってさ、今回はまあこっち打撃体制でちゃんと波にあるからあんまり大丈夫だけど、打撃体制がないチームとかの場合ってさ、このターン相手に1ダメージも与えられてません。でもまあ別にダメージ当たることが目的じゃないんでね。はあ、どうすんのこれ。どうすんのこれ。このターン相手に1ダメージも与えず、相手を1回も止めてもいません。 AP チーム何をしているんでしょうか。何をしにこのターンが来たんでしょうかね。ねえ、本当に言ってんの、本当に言ってる。ねえ、これ向こう勇気溜まっちゃうよ。2ターンで溜められちゃうって、それそんなのされたらもう負けだからね。状態上チームでそんな、いや、嫌な感がする。おっと、よし、ぐんちゃん、よし、ぐんちゃん、いいよ。あー、でもまだ来るか。でも、ぐんちゃんがね、回避率ソフトがあったら打撃体制もあるって優秀ユニットなんでね。まだ大丈夫だ。いやー、まだ大丈夫かな、本当に。でも、テンションカウンターじゃないみたいなね。リカウントが動いてないってことは。はい、さっそく踊り、いきます。踊れ、なあ、無理が。え、無理がある、もしかして、これ。え、まあさ、これ、魔王の使いがさ、滅4通りしたら終わるんだけど。気候弾、そのダメージはそんなに大したことない。みんな爆発に強い。まあまあまあ、これ結構黒な。ちょっと止めてね。ちょっと止めないときついよ。これ、このままじゃ。魔法の使い止めて。何をした、嘆きの歌で魔法の使い止めないと、やばい。ほんとにやばい。あ、どうだこれは、あ、あ、え、お、え、おー、でも、エレメントそうなの。いや、エレメントそうなの、多分。大丈夫。え、どっちだ、大丈夫かな、あれ大丈夫かな、なんか大丈夫、勇気溜まったり。いや、多分溜まんないべや。ほら、え、でもさ、もうきついよね。なんか勝負の結果が見えてるんだけど、気のせいかな。なんか気のせいかな。勝負の展開、皆さん見えてます、もしかして。これ僕も見えてるんですけど、僕もそう思うんですよ。見えてるような気がするんですよ。
これ勝負の結果見えてるよね。なんか なんかもう見えてるんだよ結果が。とどめの一撃を打てない条件としては全員止めればいいんですよ。全員止めることにより、とどめの一撃は打てなくなるんでね。はい、ワンチャンありますよまだ。よう避けるわ。ああそこか、ようやくか。え、今ようやくか。え、ようやくか。なんか今更感すごいよ君。怒りテンションカウンター。まあ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 、こんなもんよ。なんかさ、なんかあれ、所詮騎乗論は騎乗論ってことなのかな。なんか所詮騎乗論って感じがします。なんかもうなんか動画の、ああいいんだよそんな気合の具合したくて。もう勝負決まってんだ。いや、誘う踊りが全員止め、2体に聞けばワンチャンあるのでは。はい、ああそこかー。キラーリカントが動けてるからなー。いやー遅い。己の無力を悔やむがよい。無力だったわこのチーム。所詮騎乗論は騎乗論なのかな。